はい、こんにちは、しおさんでございます。今日のしおさんのこれいいねは、秋葉原末広町にあるミスター焼肉さんで見つけたちょっと温かくなる、取り組みでした。で、今回はこの持ち帰りの食べ物そのものではないんですが、実はこれをしているだけでなんか応援したい気持ちになるということを感じた素敵な取り組みでしたので、ぜひご紹介したいと思いまして、今回しおさんのこれいいねでお話をさせていただきます。で、この僕が感じたこのちょっと温かくなる、応援したくなるこの取り組みというのは、実はお店の入り口、そしてお店の中に飾ってあった提灯でした。で、この提灯には頑張ろう日本ということが書かれていたんですね。で、これをやっぱりあるないというのが分かっていたということもあります。ミスター焼肉さんは実は普通に営業していた時によく利用させていただいていたお店でもありました。で、やはりこのお店が大好きというところもあったんですが、その時訪れた時にはその提灯はなかったので、やはり外から見ても中に入ってもあ、なんかちょっと違うなというところを感じた時にすぐにこの取り組みに気づいたんです。で、そこに感じたのはやはり社長のカズさんの優しさでした。で、やはりこうカズさんからも後でしおさんこれ見てということを言ってきたんですが、やはりその時にすごくニコニコしながらやっぱりその提灯を指さして、やっぱりこういうのあるだけでもやっぱり違うよねっていうところをやっぱり言ってきて、で、これぐらいしかできないけどでもこういうことをしておくのも大事だよねっていうことを笑顔で言ってきたカズさんがすごく素敵だなと思いました。今新型コロナウイルスの影響で向こうもやっぱり暗いニュースが流れていたりとか、みんなやっぱり不安になっている。で、そういった中でカズさんのお店もやはり通常の営業できていた時に比べると苦しい状態というのが続いているというところがあります。だけどそういう状況だからこそお店でできることとして、この頑張ろう日本という提灯を飾って来てくれたお客様に見えるようにしている。で、これだけでもやはりお店として一緒に乗り越えようとしているっていう雰囲気が伝わりますよね。で、この雰囲気が伝わることによって、このお店応援したいな、一緒に乗り越えたいなって思うこのお客様に勇気という、このお金で買えない価値を届けるということができる、これ魅力にもつながっていると思うんですね。で、そんなちょっとした取り組みですね、それを思いのままに実はお店の中に飾っていく、お客様から見えるところに飾っていく、で、こういうことをちょっとしてみるというだけでも、実はお店の中にいてやはりお客様にとってもすごくいい温かい気持ちにもなりますし、さらに自分自身もここで頑張ってる理由が分かってくるっていうところにもつながる、そういうこうプラスなエネルギーを発する取り組みになるんじゃないかなというふうに感じました。なので皆さんも今できることということで、何か一つでもプラスになるものであったり、誰かを応援できるようなことというところが何かあれば、ぜひそれをお店の中もしくはお客様に見えるところに飾ってみるというのはいかがでしょうか。今回、取材させていただいた秋葉原末広町にあるミスター焼肉さん、今度ぜひ近くに行かれた時は、覗いてみていただければと思います。この提灯を見るだけでどこかすごく温かい気持ちになるし、一緒に乗り越えようっていう気持ちにもなると思います。ということで今回、取材をさせていただいたカズさんに本当に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。ミスター焼肉さんはしおさんのこれいいね第3回目のハラミレア丼の紹介でもさせていただいております。こちらも合わせてご覧ください。最後に案内をさせていただきます。オンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろう始まります。
今 YouTube でお店を PR したいが何から始めていいのか分からなくて悩んでいる店舗経営者さん、こちらのオンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろうに参加することで、3つのゴールを目指していきます。1つは YouTube 動画を自分で作り自分で YouTube にアップできるようになります。2つ目はお店の YouTube チャンネルを自分で作れるようになります。3つ目は YouTube を通してお店の売上アップにつながるようになります。この3つを目指して取り組んでいくオンラインサロン自分で YouTube 動画を作ろうにぜひ一緒に参加しませんか。詳細はこちらのコメント欄をご覧ください。ありがとうございました。カレンさん、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。